ゴールキーパー三浦、最終ライン多田、今日は川崎、そして J2 デビュー戦の白井の3バックを予想しました。アンカーに川上、右ウィングバックに石田、左に船木、和田と星光太を2列目に配して、前線には古巣対戦の平松修斗、有利の2トップ、ゴールキーパー阿部、北九州からの新戦力藤原、今日はマイケル・ジェームズではなく早川が最終ライン、千葉とのコンビ、左にはキャプテンの堀米、コート島田の中盤2センター、ロメロフランク、高木義明、本間志音の2列目、最前線には鈴木浩二です。横浜 F マリノスの育成から市立船橋高校を経て、さらには神奈川大学出身、2シーズン目の白井です。 J2 はこれが初のゲームです。左足でのクロス、逆サイドに流れてロメロフランク、先制新潟、開始13分、今日も好調、早い時間に先制をしました、アウェーの新潟。スローインからだったんですけど、はい、まあ、ボールを失った後にしっかり前にボールを出す、中もやっぱり 2枚入っているので、あとはロメロ・フランク選手のしっかりゴールに入れるという、素晴らしいゴールだと思いますね、はい。少しボールが流れてのスライディングだったんですけど、しっかりと自分の体の芯を、ずらすことなくゴールに叩き込みましたね。昨シーズンから継続して、とりわけディフェンスのベース等々は出来上がっているわけですけれども、さあここは拾ってチャンス、星光太、星のフィニッシュ、わずかに枠の左、決定機でした。相模原スペースに流れることもできますし、有利がもう一度取り返しに行きます。あっと足がかかって PK、高い位置で取り返しに行った相模原、ボックス内でたまらず足がかかってしまいました。島田の足がかかってしまって PK の判定。この後ですね、星選手の切り替えの速さですね、一歩先に触りましたね、はい。きっちりと決めて相模原同点、ほぼ真ん中に蹴り込みました。力強く真ん中にぶち込みましたね。キーパーの阿部選手の、見るというよりは、さあ今度はキッカー島田、低いボールニアサイド、蹴りくーキーパーこいつ、さらにまだある、逆サイド流れて折り返す、ロメロフランク、キックフェイント、左足フィニッシュ、ビッグセーブでした、相模原三浦。島田選手、こう巻いてゆっくりなボールというよりこうストレートに近い速いボールを入れてきましたね、はい。先ほど蹴ったばかりの右からのコーナーキック、もう一度船木、イボル、来た、ニアで合わせましたが枠には飛ばせず、前半終了のホイッスル、惜しかったですね。惜しかったですね。しっかりと調整してきましたね、はい。千葉がここは運びます。高木スルーをして鈴木、川上蹴り返して平松、抜けたチャンス、オンサイド、さあビッグチャンス、1対1、平松、相模原逆転、48分、古巣への恩返し団、平松周、ここからこう狙ってるパスではないと思うんですけど、やはり前に蹴るっていうところで平松選手、その後しっかりと冷静にゴールに流し込みましたね、はい。なかなかこういうシーンないんで、すごく簡単ではないと思うんですけど、落ち着いてましたね。ゴールに向かって、風が流れていますし曲がってきます。島田の左足、巻いてくるボール、かぶった、ヘディング、新潟同点、大外からヘディング叩き込みました、高高弘。島田選手のキックの質ですね、あと、全体がこうキーパー前に走り込んだことによって、キーパーが出てこれなくなってしまったので、はい、しっかりコウ選手が落ち着いてましたね、ファーサイドで。あとこの後コウ選手が、喜ぶ時間でなく、キーパー阿部も参加して、さあ急ぎたい新潟、堀米、平
平松の寄せ衰えません。星光太が蹴り返してここで長い笛タイムアップのホイッスル。 J2 昇格、これが6試合目の SC 相模原、開幕から5連勝、進撃を続けてきた新潟の連勝をストップしました。